通世間で一般で神通力って言うんですか、なんかこう一種の超能力みたいな部分で捉える、部分で神通力っていう場合がある。私が言う神通力ってのは、まあ書いて字のごとく神が通じる力だから、神が通じる力っていうのは、まあもちろんうちで言う神がなんですけど、その人の考え方だとか、その考え方は思い心、それがその人の運命なんですよね。その心の通りに運命が形作っていく。だからそれを読み取ったり、それを操作したりするのをとかね、もっと言うなら多くの人をそういうふうにするのを神通力とかって言うけど、私はそれを相手にしない、その人間の想念を相手にしない。だからその想念、思いを、思考を変えていくのが私の仕事だと思ってる。だから要するに心臓が動く力、血液が全身に迷ってる力、食べたものを消化吸収する力、それの心場、人間が人間の考えじゃない、人間の脳を作った脳で考えたんじゃなくて、脳を作った大いなるもの、その観点から捉えていくということです。私もこのようにセミナーやって、こういう今回のこういう SNS のこういう公開のもやったり、これ今日は先ほどはスカイプ世界7億の人とつないでやりました。でセミナーもいろんな名前でもやっています。ただ私としては毎回ね、昔は未来内科宇宙無限力やった時からパターン、カルキュラムは同じなんだけど、私は同じことをやったこと一回もないと思ってる。今日もそうだ、同じことを一回もやったことない。もう常に全く新しい、昨日と違う佐藤康之だったと、そういうふうに そういうつもりでやってるんです。だからこれが私が一番楽しいことであり、自分を発見し続ける作業、俺にはこんな能力もあったんだ、こんな力もあったんだ、こういうことができるんだということを発見する。まるで何かは発明者がいるんじゃない、発明者が新しい発明をしたら嬉しいでしょ、それが人の役に立ったら嬉しいじゃないですか。まあそれとまず似てるんだけど、発明というよりもともとある人間の偉大なる力を引き出してあげる、目覚めてもらう、それを毎回いろんなやり方でそれを、やり続ける、その喜び、それが私の最大のどんな楽しみにもこれに勝るものないぐらいです。はい、そういう感じ。